そういうわけでした。皆さん人たちです。偶然本当にゴミ仲間全然やめなかったんで、メガ財団に文句言ったダメだったんで、今は日本政府に圧力かけてやらんかったんで、こういう結論たんで、こういう抗議しました。笑い事じゃないで、誰に出るどうでもいいんやで、誰に出る。俺の名前別にアークカザールっていう、アークハザールっていう、アークハザールという。わかった水波、お前不正出世名やってか、井上まりだね、女よく冬美沙だ、お前らいい加減せえ、喧嘩っとるかい。口が見舞い、なんでやめりゃわかるか、お前の内部子やめちまって。いや、俊介してたで、最後はうちが手頭に九州みたいな知ってたよ。こっそり入籍してないの知ってたね。事実婚してないの、お付き合いしてないの。こういうことでした。要はね、97は黙らなかった。オスカーとシグマセブンが競合してたの分かりました。スロービールだらしないと忘れたんです。トロピカに出てね、暴露中だったのにだめよ。瀬戸ちゃんごめんね、娘って皆さんいたあれ言いなすいて、この滋賀県のことです。分かった、もうサイバーテロやろ、俺ばっかり攻撃してるじゃないか。分かってる、旧長間やってた辰巳亮太、長間警察署とかね、長間の女の子本庁舎でサイバーテロやってます。もう逆観する上本一家なんて何やってるんや、お前らバーニングの関係から、お前ら何やってんだ、本当何やってんだお前ら。安倍晋三らなんで圧力かけたの、ダメやったんかなる。まあ、弁のお二人はなんでいや納得や、文句言いに行ったんや。俺でもやめなかったんで、宮崎と言ってもダメだったんで、日本政府に圧力かけました。冗談なく笑い声がない、人気取りやめてくれ。真剣にやってたんや、人たち YouTube 経営で告発して分かってた。もうあれはセイガールとセイエースアイスだな。印象のパリ本部がね作成したり、ヨーロッパから配信されてます。知ってました。もうしたすいませんね、フランスで IFR ライブ皆さん、すいませんね、俺もメンバーだ。スパイ目的の出席は絶対認めないと発覚する。そういうことで、スパイ目的の出席は言語の俺も反対する。まあ、クーデターに集中、新しいビルダーが南極委員会と変わる組織 IBR の債務処理前提の、いやインド太平洋版のビルダーバーですと委員は告白して、ただ詳細のことは言ってない。どういう組織にするか残念ながら公開はできない。これがビルダーバーのルールだ、覚えとけ。マイナ公開慎んでくれ。分かった、日本国外で俺にスパイしてたらお前ら出席教室覚えてる。そういうことじゃ、俺はジョリーさんのいとこでした。そういうことでした。ジョリーさん、ありがとうね。そういうことでした。ありがとう。水は見えたし、死ねる。